Thank you.
レイナ、電話が来てるぞ。電話？こんな時間に？誰だろう？本屋さんからだぞ。本の取り寄せとか頼んだのか？沖ノ宮書房の大石さんって人からだ。まずいなぁ。まずいねぇ。やっぱりさ、都会の学校だと教室にもクーラーとか入ってるわけ？そんなことねえぞ。あるのはせいぜい職員室ぐらいだな。うわぁ、それは羨ましいね。生徒みんなで職員室を襲って占拠とかしないの？その辺の発想が実に見音臭い。ああ。レナのやつ、最近元気ないよな。だね。暑さにやられたのかもね。なあ、本気で暑さでやられたと思ってるのか？そう思ってるけど。例の一件がさ、やっぱりじわじわと来てるんじゃないのか？かもね。それに暑さも加わって、夏バテでも起こしたんじゃないかな。
おじさんはみんなで楽しく遊んでればそのうち元気になると思ってたんだけどね。そこまで心の傷が浅くなかったってことかな。こういう時さ、どうしたらレナを元気づけられるかな。多分ほっとくのが一番じゃないかな。おいおい、そんなのでいいのかよ。俺たち仲間だろ。ほら、ホームシックってあるじゃない。あれもね、ちょっと寂しいからって言って実家に電話なんかかけちゃうと一気に発症しちゃうらしいよ。寂しい時はぐっと耐えて、例えばスポーツにでも打ち込んで気分転換を図るのが一番なんだってさ。気分転換させてやりたくても、あいつ最近部活に加わらないし。レナはどうか知らないけどさ、人には甘えたい欲ってのがあるんだよ。そばに支えてくれる人や同情してくれる人がいると甘えたくなる欲。慰めてくれる人が現れるとさ、際限なく甘えちゃうことってない？どうだろうな。際限なく甘えるってことは、相手の同情をより深く得ようとするってこと。そうすると、ケイちゃんは慰めてるつもりなのに、相手はどん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 落ち込んでいっちゃうことがあるんだよね。慰められて甘えられる。これに味を占めると、不幸に酔うのが癖になる。レナもその辺わかってるから、わざと一人になろうとしてるんじゃない？慰めや甘えが目的だったら、私たちのそばにいて涙を流せば済むわけだし。じゃあ、落ち込んでるレナをどう励ませばいいんだよ。女の心情としては、辛さを励ましてくれるより、忘れさせてくれる方が嬉しいね。慰めるな、励ますな。なんだよ、お手上げじゃないかよ。慰めるな、励ますなは心理カウンセラーの鉄則だって知ってる？結局、心の傷ってのは自分で治すようにできてる。周りの人が治したとしても、それは本当の完治じゃない。だから、レナが自分で元気になるのを、私たちは見守るしかないんだよ、きっと。理屈じゃ理解できるが、なんだか薄情な気がして、好きになれねえな。それだけレナのことを心配してくれるケイちゃんが身近にいるなら、レナは大丈夫だよ。立ち直れるよ。近くにいるだけでか？うさんくさいな。ケイチにだってできることがありますですよ。俺にもできることがあるのか？レナが話したいと思った時や、打ち明けたいと思った時に、静かに聞くだけでいいのか？励まさなくていいのかよ。ケイちゃん、
打ち明けるだけで心が軽くなるもんだよ。静かに耳を傾けるのが何よりも嬉しい時ってある。ミーの言う通りなのですよ。レナが話したいと思った時、いつでも話しかけられる場所にいてあげるのも、きっと仲間として大切なことなのだと思いますです。そうだな。俺、ちょっと人の心ってやつを理解しようとしてなかったな。レナを励ましたいのは、俺の欲求であって、レナの求めることじゃない。ありがとな、二人とも。俺、ひょっとすると、今日まで何か勘違いをしてたかもしれないぜ。圭一は一番のレナの味方ですよ。それは疑わなくて大丈夫なのです。俺また考え事を口に出しちまってたのか。レナの心には届いてるよ。圭ちゃんはあの日とても強い力をレナに与えたんだからさ。いやー、でもさ、よくよく思い出すとすっごい恥ずかしいこと言ってたよね。お待たせしました。それでは委員長、号令。起立。レナじゃねえか。どうしたんだ。
ういいよ。ごめんね。どうしたってんだよ、一体。多分私、誰かに最近後をつけられているの。なんだって？まさか警察かよ。じゃないのかわからないけれど、綿流しの夜以降、誰かにずっと見られている気がするの。どういうことだよ。してもいいけど、誰にも内緒にできる？ああ、もちろんだぜ。レナがそうしろってんなら誰にも喋らない。うん、ケイチ君なら信用できるよ。連中はひょっとするとミオさんのスクラップ帳を探しているのかもしれないの。ミオさんで、ああ、看護師の高野さんのことか。あと、スクラップ帳って何のことだ？秘密の捜査になっているって言ってたから、多分、ケイチ君は知らないよね。高野ミオさん、殺されたんだって。え？いつ？綿流しの夜、私たちはミオさんと、あと富武さんに会ったよね。あの直後に二人が襲われたんだって。富武さんはお社様のたたりに会って喉をかきむしって死んだ。ミオさんは隣の県の山中で焼き殺されていたと言ってたの。それ本当かよ。そんなの誰も知らないぞ。うん、それは警察が伏せて捜査をしてるからなの。雛見沢村連続監視事件は今年で5年目になっちゃうでしょ。だから変に騒がれたくないんで事件を公にしていないんだって。なるほど。秘密捜査なのは分かったが、レナはそんな話どこで聞いたんだよ。内緒だよ。私、実は大石っていう沖の宮署の刑事さんと連絡を取り合っているの。その人に教えてもらった。どうして大石って人がレナに？さあ、ちょっとそこはわからない。彼が言うには、私なら信用できそうだからって言うんだけどね。
ミオさんが殺された理由は、多分彼女の研究のせいだと思うの。ミオさんがこの村の歴史とか民族学とかそういうのを熱心に調べてたってのは知っている？なんとなくは聞いたことある。彼女は多分その研究の中でこの村に関するある重要な秘密を知ってしまったの。あるいは彼女はそんなにも確信には踏み入ってなかったのかもしれないけど、そうは思われなかったんだろうね。ちょっと待て、この村の秘密ってなんだよ。私はミオさんのスクラップ帳をほんの数冊借りて読んだ。でも彼女が特に大事にしていた秘蔵の数冊だから、かなり重要なことが記してあったと思う。だから多分ミオさんが至ろうとしていたことに8割方ぐらいは近づいていると思うの。でもあまりに突拍子もなくて私にはまだ信じられない。ミオさんの想像が正しいかどうか検証してる段階なの。で、何なんだ一体。秘密を知ると殺されるっていうこの村の秘密ってのは。ケイチ君にはまだ全部話したくない。確証が持てたら話すね。だってそれくらいに途方もないとんでもない話だから。確証ってなんだよ。例えば予備知識のないことは私自らがその存在を検証できているけど、他にもたくさん未検証のことがあるの。それらを埋めていかないと私ですらにわかには信じられない。レナ、俺はいつだってお前の味方なんだからな。俺だけは信用してくれて構わない。ありがとう。その一言がすごい嬉しい。私とね、今日ここで出会ったことは内緒にした方がいいと思うの。私と接触があったことが知られたら、ケイチ君にも危害が及ぶかもしれないから。わかった。俺に何か協力できることはないのかよ。今はない。でも、協力をお願いできることが分かっただけで、今の私には心強いよ。最後には頼らせて。ね。おう。任せとけ。し、車が来る。
今の車、ナンバー見えた？え？いや、ごめん。見えなかった。私もちょっと見えなかったけど、多分、さっきと同じナンバーの車だと思うの。その、レナを尾行しているとかいう連中か？多分。普段車なんか通らない道で、今日は何度も追い上げられるの。その度に、私は隠れてやり過ごしているからいいんだけど、どうもおかしい。そいつらなのか？高野さんたちを殺して、レナが持ってるスクラップ帳を狙っているという連中は。多分。じゃあ、レナの家が危ないってことはないのか？大丈夫。スクラップ帳は、ゴミ山の私の隠れ家に隠してある。お父さんが不安だけど、何も知らないからこそ、何も危害が及ばないかもしれない。ケイチ君が言わなくても顔に書いてあるよ。突拍子もない話でとても信じられないでしょ？それが当然の反応。私だって、ミオさんのスクラップ帳を読み始めた最初は、なんだこりゃって思って、全然信じ、すべてに目を通して、ようやく何かの筋が見えてきたんだもん。すまん。もちろん、レナの味方になりたいのは本心だ。でも、話が全然見えないんで、どう助けてやればいいかわかんないんだ。話せば、ケイチ君の身にも危険が降りかかるよ。レナにはすでに降りかかってるんだろ？なら、おあいこだぜ。気にするな。わかった。話す。多分、ミオさんたちを殺したのは、ひなみざわ御三家。もっとはっきり言ってしまえば、みーちゃんの家である、その先本家。どうして？ケイチ君も、過去の連続開始事件は知ってるよね。ああ。ダム戦争の時の村の旧敵ばかりが、毎年犠牲になっていくっていう、あれだろ？この連続開始事件は、ダム戦争の生産のようなものなの。村の裏切り者を片付けることによって本当の意味でダム戦争を終わらせようとする。確かにそう見えないことはないよな。誰もがはっきりと口にはしないが、うすうすと園崎家の仕業だと疑ってるみたいな話は聞いたことあるぜ。でも、裏切り者を制裁するなら、別に綿流しの場にこだわらなくてもいいんじゃない？毎年、
たたりで一人、鬼隠しで一人なんてスローペースで殺す必要はない。そうでしょう。つまりこれらの連続開始事件は綿流しの祭りに神聖性を取り戻そうとする意志があるの。もっと踏み込んで言うと、明治以降に失われた鬼ヶ淵村の神聖性を取り戻すための段階的イベント。彼らは最終的には太古の昔にそうだったような原理的なお社様信仰を復活させることを目的としている。お社様信仰、古出神社のことか。そう、古出神社って崇められていると思う？お年寄りの人は敬っているけど、それだけだよね。子供たちは境内を遊び場くらいにしか思ってないし、ほとんどの村人たちも地域の集会所くらいにしか思っていない。その神聖性は失われている。それがダム戦争をきっかけによみがえったの。彼らはそれをお社様信仰を復活させるいい機会だと捉えた。ってことはつまり、お社様信仰の信者たちが裏で暗躍しているってことか。そういうこと。そもそもお社様信仰は御三家によって管理されていた。だから御三家には現代にも脈々とお社様信仰を復活させなければならないという至上目的が受け継がれているの。それを思えば、御三家がダム戦争中に村を一丸にまとめたり、廃れかけていたお社様を引き合いに出し、古出神社にわざわざ同盟事務所を設けた理由も透けて見えてくる。じゃあ、雛見沢村連続開始事件ってのは、いや、お社様を信仰する盲信的な集団の仕業。なら待てよ、どうして高野さんが殺されなきゃならないんだ。それは御三家が鬼ヶ淵村と呼ばれた太古からずっと隠してきたこの村のある重大な秘密に関係があるの。それを暴かれると、お社様という神の神聖性が失われる。だから彼らは美代さんの研究が核心に近づいたことを知り消したの。その重大な秘密ってのは何なんだ。それを知ると俺も狙われるってんだろうけど、上等だぜ。だからそれはまだ言いたくない。私自身が10割の確証を得るまで言いたくない。多分今ここで話しても、圭一君は耐えきれなくなって笑い出してしまうに違いないもん。おいおい、俺がそんな奴に見えるかよ。もう少し時間が欲しいの。あまりの事実に私ですら受け入れきれていないの。だからもう少し時間を欲しいの。お願い。わかった。今日ここで話したことは誰にも喋っちゃダメだよ。みーちゃんとリカちゃん、もちろんさとこちゃんにもダメ。わかったよ。じゃあ圭一くんはもう行って。私はもう少しあたりを伺ってから行く。
用心に過ぎるということはないからね。
兄ちゃん。兄ちゃん、すまんね。学校の帰りかいね。はい、そうですけど。兄ちゃん、学校からこの道をずっと歩いてきたんで。ちょうど文房具屋の角を曲がって。そうですけど、何か？兄ちゃんさ、この道の途中で女の子に会わんかったかい？え、あの、え？白い帽子に白い服を着た女の子なんよ。紫のリボンもついとん。会わんかったかいね。いえ、会ってないです。ああ、そんな深い意味はないんで。さっき女の子を追い抜いたのによ、来たのが男の子だったから、あんれーと思っただけなんで。そうですか。忘れてえな。ごめんな兄ちゃん。うちらもう行くんて。